秋雲は日本海軍の駆逐艦。影楼型駆逐艦、知らぬ日型の最終19番艦である。本艦は戦後長らく夕雲型駆逐艦とされていたが、1994年に影楼型駆逐艦であるという研究が発表された後日。艦名は海上自衛隊の山雲型護衛艦5番艦、秋雲に継承された。 駆逐艦、就雲は1939年度、丸四計画火唱台115号艦として、裏賀選挙で1940年、昭和15年7月2日寄港。1941年、昭和16年3月25日、秋雲と命名。同日府で、昭和16年度内例246号により、一等、影老型に分類される。横須賀鎮守府家庭。 同年4月11日浸水。4月10日まで4月夕方駆逐艦4番艦、夕立駆逐艦長だった、有本照美里市中佐は、6月15日府で、衆運偽総委員長に任命される。6月17日、浦賀選挙浦賀工場内に、衆運偽総委員事務所を設置する。同年9月27日に竣工。同日府で、衆運偽総委員事務所を撤去。 有本も正式に、衆運駆逐艦長、初代となる。春工後の引き渡し式の際、岸壁には、ロケーションのため、裏が選挙にいた女優の高峰美恵子や桑野通らがおり、盛んに声援を送られた。同日府で正式に、横須賀陳守府所属。春工後は、瀬戸内海に開港されて、訓練に従事していた。同時に9月27日府で、 編成されたばかりの第5航空戦隊、司令官、原忠和少将、海軍兵学校39期に編入され、吹雪型駆逐艦、おぼろと共に最新鋭の昇格型航空母艦2隻、昇格、随格の護衛を務める。11月17日、来る、真珠湾攻撃のために編成された第1航空艦隊、司令長官、長雲忠和中将。 海兵三十六機に参加する。当初は加入の予定がなかったものの、全球の影が宅地区間より長い航続力が買われて、急遽加入されることとなった。警戒部隊指揮官、大森千太郎第一水雷戦隊司令官の指揮官、機動部隊警戒隊は十隻、軽警阿武熊、第十七駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風、第十八駆逐隊、 知らぬ日、影楼、あられ、霞、五光線、衆雲を揃えた。真珠湾攻撃から帰島後、影楼駆逐艦長、横井実の中佐が脳一血で倒れた。12月22日府で、横井艦長は職務を解かれ、有本、衆雲艦長は影楼駆逐艦長へ転任した。有本は影楼が沈没するまで影楼駆逐艦長を務めた。 公認の主運駆逐艦長は、クレ海軍交渉水雷部検査官、魚雷実験部部員、成功部検査官、クレ海軍軍事部部員の相馬昌平中佐となる。1942年、昭和17年に入ってからは、ラバウル、ニューギニア及びビスマルク諸島方面の作戦に参加する。2月から3月にかけては、第5航空戦隊と共に後方に下がって、 三菱横浜造船所で整備の正論沖海戦に参加することとなった。しかし、ウィリアム・ハルゼー中将率いるアメリカ第16任務部隊がウェーク島と南鳥島を奇襲攻撃するに及んで第五航空船体と共に警戒行動に加わったため全身根拠地への進出は遅れることとなった。一連の正論等をめぐる海戦では補給部隊の護衛についた。 4月10日、駆逐艦2隻、周雲、おぼろは、第5航空船体から外され、第27駆逐隊、しぐれ、白露、有明、夕暮れが5航船に編入された。同時に、4月10日府の船体改編により、第1航空艦隊の名前に任ずる隊として、第10船隊、司令官、木村進少将,将、海兵40機が編成される。本艦は4月15日で、 遊雲型駆逐艦三3隻、遊雲、県運、風運が所属する、第10駆逐隊、司令、安倍敏夫大佐、海兵46機、3月14日編成に、編入された。また、第10駆逐隊も、第10戦隊に編入された。これまでの第1水雷戦隊、司令官、大森千太郎少将、海兵41機に代わって、機動部隊の名上につく、第10戦隊、 実際には、大駆逐隊、塩、明けの、さざ波の代わりに第四駆逐隊、嵐、の分け、萩風、舞風が所属は6月5日のミッドウェイ海戦が、ウイジンとなったが、海戦は惨敗する。周運は、海戦直前に、機動部隊を離れて、補給部隊の護衛に回っていた。また直後のアリューシャン攻略作戦にも参加した。7月14日。 臨時編成の第一航空艦隊が解散して、第三艦隊が編成され、引き続き、南雲忠和中将が三艦隊司令長官、草加隆之介少将が三艦隊参謀長となった。戦備が整うまでの間、第十駆逐隊二隻、周雲、風雲は、佐世保陳述協力部隊として行動し、7月25日、魔皇発の第239戦団の護衛を、 途中より行った。この間の8月7日、ガダルカナル島にアメリカ軍が上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月16日、第3艦隊は、柱島白地を出撃して、トラック諸島に向かうが、アメリカ機動部隊が出現したことにより、ソロモン諸島東方海域に急行した。第2次ソロモン海戦に参加後、9月29日からは、第3水雷戦隊。 橋本慎太郎中将、海兵41機の指揮下に入り、ショートランドへ進出して、ガダルカナル島に対するネズミ輸送を10月3日、6日及び9日の3回に渡っていった。いずれもタサファロング沖に侵入し、陸兵や領職、武器弾薬を揚陸する。10月6日の作戦でカッターを一石処分した、以外に損害はなかった。 10月26日の南太平洋海戦では、前衛部隊に配される。日米両機動部隊の激闘の末、アメリカ軍の空母ホーネットは、爆弾5発と魚雷3本が命中して大破し、損害は甚大で、復旧不能と判断したアメリカ軍は、ホーネットの栄光を断念した。旅客を避けるべく、ホーネットの処分を試み、駆逐艦、及び2処分を委ねた。マスティンとアンダーソンは、 魚雷9本と400発に及ぶ5インチ砲の砲撃を行ったが、ホーネットは沈まなかった。走行しているうちに、前衛部隊が迫ってきたので、マスティンとアンダーソンは、期待していった。事情を許さば、打砲栄光された死と連合艦隊参謀長であった、うがきまとい少将、海兵40機の命令を受け、県運と共に、ホーネット追跡の命を受けて、前衛部隊から分離した。 火が暮れようとするうならを前進すると、彼方から遠雷のような縫製を聞いた。これは、先にマスティンとアンダーソンが、ホーネットに砲弾と魚雷を打ち込んでいた音だったと、考えられた。やがて、前方の水平線上が赤みを帯びているのが見えた。接近してみると炎上して漂流中の、ホーネットだった。ホーネットは、至るところから火を吹き、 監守からは栄光されていたことを物語るロープが数本垂れ下がっていた。また、看板上には戦死した兵員の遺体がいくつか横たわっているのが確認された。駆逐艦長相馬昌平少佐は、まず砲撃により、フォーネットを撃沈しようと決心し、微砲の照準を喫水戦火に合わせて砲撃を開始した。しかし、砲弾は命中するもののフォーネットは、 微動だにしなかったので、二十四発撃ち込んだところで、砲撃は撃ち切られた。次に、爆雷投下で穴を開けて、ホーネットを撃沈しようと心を見るも、爆雷の投射距離が五十メートル程度で炎上中の、ホーネットに接近することが危険であったので断念し、巨雷での処分に切り替えられた。ホーネットの右舷側に移って、およそ二千メートルの間合いを取り、震度五メートルに調整された。 酸素魚雷を2本発射。剣雲も2本を発射し、4本のうち3本が命中した。右舷への傾斜が強まったホーネットの姿を見た、相馬艦長は、この光景を軍令部に報告提出すべく、写真撮影するよう命じるが、公会長に夜ですから写真は無理ではないですかと意見されたため、スケッチでホーネットの姿を記録することとなった。スケッチは、 絵の上手な中島ひとし信号員が行うこととなった。中島信号員が細部が見えないと申し出ると、周運の相馬艦長は、スケッチの助けにしてやろうと、単灯を消射用意トレして、コーネットに向けて何度もサーチライトを照射した。この行為は、自らの存在を敵潜水艦に知らしめることにも、繋がりかねず、事情を知らない他の秋雲の乗組員は驚き、県運からは、 どうせ視野の発行信号を送った。相馬艦長は、周囲の驚きをよそに5回、6回もサーチライトの照射を行い、大胆というか、無謀というか、諸行の助けを得た中島信号員は、無事に、ホーネットの最後の姿を描ききることができた。中島信号員が描いたスケッチは後世に残された。やがてホーネットは傾斜と火星が増し、 10月26日22時34分にサンタクルーズ諸島沖に沈んでいった。乗組委員の中には東京空襲のあだを取ったぞと喝采を上げる者もいた。海戦終了後、10月30日にトラック諸島に帰島したが、その際に推進機を損傷したため、県運に魚雷と弾薬を譲って内地帰島が決まった。駆逐艦部隊、第4駆逐隊、嵐、 のわけ、第61一駆逐隊、秋月、第10駆逐隊、た周雲、第17駆逐隊、浦裏風、谷風、磯風、浜風は、南太平洋海戦で損傷した、空母2隻、昇格、随宝、従順2隻、熊野、ちくまを護衛してない地へ、帰島。十11月6から7日に、それぞれの母校へ到着した。このためか、 第三次ソロモン海戦など11月から12月にかけてのガダルカナレ島をめぐる戦いには参加しなかった。1943年、昭和18年1月上旬、呉海軍交渉での修理を終える。1月6日、徳型運河島を積載して、トラック白地へ向かう、水蒸気母艦、公標的母艦、日清を護衛して、周運は瀬戸内海を出発した。 1>, 1月18日府で、第10駆逐隊司令は、安倍敏夫大佐、後日、慶順大淀艦長、空母品野艦長から吉村新武大佐に交代、吉村大佐は1月7日まで、慶順達田艦長。同日、岩国沖を出撃、大和型戦艦2番艦、武蔵、第1航空戦隊、随格、随砲、護衛艦六隻、慶順、人通、第10駆逐隊。 周運、遊具も、剣運、風運、第十六駆逐隊、摂風という編成で、トラック白地へと向かった。一月二十三日、トラックに到着。三度にわたる、ガダルカナル島からの撤退作戦である、ごう作戦にすべて参加する。なお、公開中の一月十九日に、第十戦隊機関、秋月が、米戦水艦のオチラスの来撃で大破。その際に、 木村司令官は負傷したため1月21日府で第二水雷戦隊司令官小柳次少将が第十戦隊司令官に任命された。2月1日からの第一次作戦では692名の人員を収容してショートランドに帰稿する。2月4日からの第二次作戦、2月7日からの第三次作戦でも被害を受けることなく作戦を遂行した。 同作戦中、県運が沈没して、第10駆逐隊は三隻、周運、遊具も、風運となった。化合作戦終了後はパラオに移動し、ニューギニアの戦いに投入される第41師団、安倍平介中将主力を陳太尾から上枠まで輸送する、兵合輸送作戦のうち、兵三合輸送に協力。3月には、上枠とマダンの間にある反差へ、第20師団、 青木重成中将の将兵を輸送する輸送船団の護衛を行った。その後は、ラバウルへ進出し、駆逐艦三隻、遊雲、風雲、サミダレで、コロンバンガラ島への輸送作戦、遊雲と共に、ニューブリテン島鶴部への輸送作戦に従事した。この後、第十戦隊、機関、アガノ、第十六駆逐隊、摂風、第十駆逐隊、遊雲、周雲は、 第一航空戦隊、随格、随砲を護衛して内地へ帰島、周運も5月9日に、横須賀に帰島した。5月23日には、木更津沖に停泊する連合艦隊機関、武蔵に横付けして、4月18日に、機上戦士、海軍港事件を遂げた、連合艦隊司令長官山本56元卒、海兵32機の遺骨を引き取り、 横須賀に上陸させるという退任も応接かった。5月31日から6月5日までは、横須賀海軍工廠で整備を行い、電波兵器の新設工事等を実施した。整備後は北方へ向かい、バラムシル島に到着した6月13日付で、第一水雷戦隊、司令官、木村正富少将、海兵41機に編入された。7月に行われた、 キスカ島撤退作戦には途中反転の第一次作戦、成功した第二次作戦ともに収容駆逐隊として参加。463名の人員を収容してバラムシル島に帰島した。撤退作戦を終えた後は8月3日付で機動部隊に復帰し、横須賀を経てクレへ向かう。八月十六日、連合艦隊司令長官、小陰ネ一大対時直の主力部隊。 戦艦三隻、山と、長と、不装、空母、大カ、巡洋艦三席、あたご、高尾、野城、駆逐艦部隊、両風、海風、周雲、遊も若月、天津風、初風は、クレを出撃し、トラックへ向かう。9月5日付で、第3水雷戦隊、司令官、伊集院松次大佐、海兵43機に編入され、ラバウル進出後は、 世合作戦の帰還を務め、二度にわたるコロンバンガラ島からの撤退作戦を成功させた。コロンバンガラ島からの日本軍の撤退は、同時に隣接するベララベラ島守備隊の役割が終わったことを意味していたので、ベララベラ島からの撤退も急遽行われることとなった。この作戦中の9月21日府で、吉村は第10駆逐隊司令の職務を解かれ、 10月11日より、阿賀野型軽巡洋館3番館矢は義総院長、天野茂隆大佐、8月20日まで、第21駆逐隊司令に交代する。10月5日朝5時、第3水雷戦隊司令官移住院大佐は、野州隊、周運、機関、移住院司令官座上、風運、遊具も、磯風、しぐれ、さみだれを率いて、ラバウルを出撃。 ブルゲンウィル島北方海域で輸送部隊と合流の後ベララベラ島に接近する。この時、両部隊はアメリカ軍偵察機によって発見されており、これに基づいて大佐率いる第四駆逐部隊がベララベラ島近海急行した。夜半過ぎにウォーカー大佐率いる第四駆逐部隊がレーダーで野衆部隊あるいは輸送部隊と思われる目標を探知し、日本側も風雲 しぐれ、そみだれが、相次いで敵鋭を発見した。引き続き機関を務める、周運も見張り意味や、水雷町、宝術町が少なくとも三隻の巡洋艦及び、駆逐艦を発見していたが、第三水雷戦隊の千人参謀に、味方の間違いではないかと問いただされた。相馬艦長は見張り意味や、水雷町、宝術町の言い分を総合して、相手が敵であると確信し、 二重院大佐に、司令官、敵ではありませんかと助言し終えた、瞬間、第四駆逐部隊からの先制攻撃を受けた。こうして始まった、海戦、後に、第二次、ベララベラ海戦と呼ばれる戦いは、日本側は、遊具を失ったものの、ベララベラ島からの人員撤収には成功した。アメリカ側は、シャバリアが、大破処分されたほか、ウォーカー大佐が座上したも、 魚雷命中で艦首を失って大破し、オバノンは航行不能となったシャバリアに追突して、損傷、撤収作戦を阻止することができなかった。開戦後は、トラック方面に下がって、機動部隊と共に、エニウェトク干渉方面を行動したほか、トラックと横須賀間の護衛任務に従事する。10月31日、遊雲の大艦として、浅潮型駆逐艦、朝雲が、 第10駆逐隊に加入、朝雲は第9駆逐隊からの転出、第10駆逐隊は三隻編成、風雲、秋雲、朝雲となる。11月11日、秋雲駆逐艦長は初春型駆逐艦4番艦、初下駆逐艦長のニットの遠征少佐に交代となる。11月24日、秋雲はクエゼリン艦省へ向かう特設運送船。 旧油とアマル、E の海軍、一万五十二とも護衛して、トラックを出航するが、翌11月25日に、ポンペイ島北方海域で、アメリカ軍の潜水艦ウンレイブンの来撃により、トアマルが沈没した。直ちに爆雷攻撃を行ったものの、シーレイブンを取り逃がした。その後は、トラックとパラオ艦の護衛任務を行った。12月3日、慶順、アガノ、 第10戦隊機関の損傷時に負傷した第10戦隊司令官、大杉森和少将は退任、木村進少将、初代第10戦隊司令官が、再び第10戦隊司令官職に就いた。12月12日、駆逐艦4隻、周雲、風雲、三雲、谷風は、大型艦2隻、空母、昇格、戦艦、大和を護衛して、トラックを出発、 17日に横須賀へ帰着した。横須賀での2度にわたる整備の後、第10戦隊、周運、風運、若月は、昇格を護衛して、瀬戸内海に向かった。訓練の後、2月6日に、第10戦隊、矢萩周運、風運、若月、秋月は、第1航空戦隊、昇格、随格、重巡洋艦畜馬を護衛して、スモ沖を出撃し、 リンガ白地へ進出した。一旦、随格と共に、呉に戻った後、3月に入って、大型艦4隻、空母、随格、戦艦、金剛、春名、従順、最上を護衛して再度リンガ白地へ進出し、各種訓練に参加した。3月20日付で、第10駆逐隊司令、天野茂高大佐は、第61駆逐隊、両月、初月、若月、 秋月司令 A 転任し、公認の銃かける司令は、秋月が宅地艦3番官僚がつく地区長、赤沢寺久男大佐となった。4月1日、第10駆逐隊、周運、風運、従順洋艦2隻、とね、地区間と共に、航空基地武件輸送のため湘南、シンガポールを出撃して、ダバオに向かうが、途中で輸送任務が中止となったため湘南に引き返した。 三隻、とね、ちくま、ふーんとはここで分かれ、別途物件輸送のため4月5日に、湘南を出撃して再度ダバオに向かう。4月9日にダバオに到着して燃料や航空魚雷などを陸揚げした後、翌4月10日にダバオを出撃して、リンガ博地に向かった。しかしその道中で、バリクパパンからダバオに、単独向かう、途中の特設運送船川丸、川崎汽船。 6862トンと会合し、ダバオからサンボアンガまで護衛するよう命じられる。スールー海から引き返し、訓練と警戒を行いつつ、バシラン海峡を投降して、ダバオに向かった。一方その頃、アメリカ軍の潜水艦、レッドフィンがバリサン海峡東方で紹介を行っていた。4月11日夕刻、レッドフィンは約1万ヤードの距離でマストを発見。 引き続き観測すると、目標、周運は吹雪型区畜艦と目されジグザグ航行を行っており、18ノットの速力で航行していると推定された。レッドフィンは、艦尾発射艦で攻撃を行うこととし、18時15分、艦尾発射艦から4本の魚雷を発射した。間もなく、レッドフィンが発射した、最初の魚雷は、周運の一番砲塔付近に命中し、 続いて2番目の魚雷はメインマスト付近に命中した。3番目の魚雷も命中したが、4番目の魚雷は外れたと考えられた。秋雲側では4本が命中したと判断された。魚雷の命中を受けて船体は45度に傾き、艦尾は海中に没していた。周運駆逐艦長ニットの遠征少佐は、総員大会を例した後、 環境予備室に入ってとを締め官と運命を共にした。18時17分のサンボアンガ東大の112度26.7回地点において沈没した。この光景は付近を航行中の漁船が目撃しており、漁船からの通報を受けた。第35号区船艇が救助にあたって、生存者救助行ったが、乗員のうち、ニットの艦長以下133名が戦死し、 巡視官以上8名と、歌詞官兵108名の計116名が生還した。第10駆逐隊は2隻、風雲、朝雲に減少した。同年6月10日、駆逐艦、周雲は、知らぬ日形駆逐艦、帝国駆逐艦隻、第10駆逐隊のそれぞれから除籍された。なお、周雲が除籍される2日前に、風雲も、 米潜水艦兵役の来撃で撃沈されている。第10駆逐隊は、朝雲一隻を残すのみとなった。7月10日、第10駆逐隊は、解体され同艦は、第4駆逐隊に編入、同隊は、駆逐艦四隻、知らぬ日型、のわけ、満潮型、満潮、三雲、朝雲となった。10月25日、冷凍沖海戦に参加した第4駆逐隊は、全滅。 第10駆逐隊に所属した駆逐艦、周雲、遊雲、剣雲、風雲、朝雲は全席沈没した。周雲は官邸研究の第一人者である福井静雄が遊雲型に分類していたこともあり、長らく遊雲型とみなされてきた。また、ミッドウェイ海戦以降に遊雲型駆逐艦3隻と共に第10駆逐隊を編成したことも影響している。 損耗による寄せ集めの場合を除き、型の異なる駆逐艦の混成による駆逐体は珍しかった。これは速力や機動性が異なる艦動詞は人形維持が難しいことによるのだが、カゲロウ型と遊グモ型のように基本的な性能が同じ艦動詞ならそこまで問題にはならない。実際にカゲロウ型一番艦カゲロウ二番艦知らぬいも、 全球の朝潮型駆逐艦9番艦霞10番艦あられと、共に第18駆逐隊を編成していた。元海上自衛隊一等海佐で、官邸研究家の田村敏夫の話によると、夕雲型駆逐艦の中で、なぜ秋雲だけが2番砲塔の撤去と、機銃増設を行ったのかという疑問から、周運に関する調査を行い、その結果を、世界の感染1994年4月号で、 公表した。田村が提示した根拠のうち、昭和16年3月25日付のうち例、第246号で、周雲は一等影楼型に類別されているは、少なくとも、日本海軍が周雲を影楼型駆逐艦として類別していたという一つの根拠である。また、周雲巡視艦以上と、第10駆逐隊司令部の集合写真に写っていた、の形状が、 決定的な証拠とされ。なお、上記の図面では、周雲の戦隊寸法はカベロウ型と同一。周雲が夕雲型であれば0.5メートル長いはずであると、なっている。他に証拠として挙げられるものに、昭和17年5月24日付け内例、第8 4十号、鑑定用目標中の項目がある。秋雲の完成のうちはカベロウ型マイフーと同じ数値になっている。 上記の内例、第246号に関連した、官邸類別等級表、昭和16年12月31日現在版でも、衆運は一等影楼型の項目に登録されている。さらに、旧海軍公式図、横小平秘法18代180号の増備、機銃関係図の表題があり、こちらには、明確に、影楼型衆運の記載がある。 官邸研究家の遠藤秋の主催する戦前船舶研究会では、かげ型に採用予定の島風という名前が、平型に回され、空いた部分へ、秋雲が順送りされた。あるいは天津風を高圧機関試作艦としたため、島風が夕雲型と同じ予算にずれ込んだ。このため、本来周雲型と呼ばれるはずだったものが、夕雲が一番艦となり、 雲の付く名前が別クラスになったことで、福田造船艦が間違えたのではないだろうかと推測している。ところで、当事者たる秋雲元乗組員はどう思っていたのか。田村の研究発表より前に、駆逐艦修運会によって上司された栄光の駆逐艦修運において、元乗組員である立山隆は次のような説明を行っている。立山は、 衆運在管当時一番若い士官で、わずか9ヶ月の衆運上官歴しか持たない身であり、手元には、駆逐監衆運関係の資料はほとんど皆無に等し、異状況で資料収集や情報収集などを行い、編集委員長の退任をよく果たして、栄光の駆逐監衆運を世に送り出した人物である。田村の発表は、若干の不確定要素があると見られる。また、 田村の発表に対する衆運の元乗組員などの反応は定かではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。